ポジティブとかネガティブとかそういう概念があまりなくですね非常にニュートラルなあの性格をしているんですけれども温度差がすごい難しくて有川雲役を務めさせていいいたたただきままししし翔也ですす本日はよろしくお願いいたしますま物語にどう関わっていくのかどうやってこう進めていくのかはあの本編を見てあのお楽しみいただければなと思うんですけれども有川悠もあの神の芽郁ちゃんと一緒で天才あの天才 のの部類に入る一人だと思うんですけれどもあ親さんの<え>、はい、町工場で働かせてもらっている、うん、あのプログラミングというプログラマー技術者なんですけれども、うん、あのなんでしょうすごくポジティブとかネガティブとかそういう、まあ、概念があまりなくですね非常にニュートラルなあの性格をしているんですけれどもあの僕の方はですね演じる時に。あの オーディションの時にもお話しい,ただいてたんですけれどあのそういう性格だけれど暗くはないとあのかといって明るくもないからっていうその温度差がすごい難しくて、うん、なのであの人付き合いとかもあの、まあ、研究者だからこそだと思うんですけれども。 あの非常にこう思考を働かせて淡々としているけれどもあのただクールじゃないっていうその温度感がすごい難しくてそこはあのえ前話通しししてて意識しながらあのやらやせていたただきました僕「ゴジラ」シリーズを全て見たのがあのこの SP に関わ,関わらせていただいてからなんですけれどもそれを踏まえた上であの SP も見直した時にあの随所にその過去作のオマージュというか。 あのそれはもう見ていただいてからのお楽しみなんですけれどもそういったものが散りばめられていてあの昔からゴジラが好きな皆様にも絶対楽しんでいただけるなっていうのと。あの 僕みたいにそのゴジラ SP をきっかけに見ていただくだから全くゴジラが見たことがない皆様にも一つのゴジラ作品として楽しんでいただけるなって思っているのでそこは何でしょうすごく、まあ、見たことない人からしたらこのゴジラ SP を入門編本当にたくさんの怪獣出てくるのでその怪獣を見て あの過去作、まあ過去作というかまあ実写の方ですね、興味持っていただいて、いろんな楽しみ方ができる作品だなと思っているので、そこはあの何でしょう、こう本編も追っていただきつつ、あの楽しんでいただければなと思います。この仕事を受けて初めて過去作を見たんですか、ゴジラの実写版を。実写版あ,あのー。 意識して見たことがなくて、あのなんとなくこう流れているテレビとかで見たことはあったんですけど、ちゃんと没入して見たことがなくて、そうですか。なの,はい、なので SP をあのに関わらせていただいてから、うん、あの実写の方をすべて拝見させていただきましたよかったですよ。<laughs> つまらない人生を送るとこでした。<laughs> いや、本当ですね。あの、えー、見て思いました。<laughs> そうですよ。うん、あの見てる時に、えー、ちょっとずつこうまあ昭和の一作目から見てて、うんえー、だんだん。 あれなんで今までこんな楽しい作品見てこなかったんだろうと思ってそれはね親御さんの責任だねそうですね,ねそれはちょっとあの <laughs> うちの親にも <laughs>、はい、言ってきます <laughs> <laughs>